はい、ヒルビル放送局 M キャストのマコネです。問題の、4日、11時から、私が住んでる新潟県長岡市から、南にだいたい20キロくらいかな、のところに小千谷市っていう町があるんですけども、その小千谷市のね、中心部にある、西郷亭だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、そこで、ゴールデンウィーク中のイベントがあって、そこに、そこのステージでゲスト出演してきました。そう、15分か20分ぐらい歌って、喋って、トークと歌で、結局、音源使わずに、アカペラで、2曲歌ってきました。はい、その模様に関しては、途中でね、一旦私のお話を切って、その間にその収録したやつを、そのまま入れて、最後にもう一回喋るって感じで、今日皆さんにそのまま全部お伝えしたいと思ってます。まあ、朝からね、ちょっと、私が朝、お風呂掃除に来ている、ジムの、そばの、コテージみたいなところで、もう全力で朝から発声練習し、準備万端ってぐらいな感じで行ったんですけど、まあね、まあ、想像通りだったんだけど、まあ、私の後に続く、フリーサッカー、サッカー、フリースタイルサッカーの、ダンスって言ったらいいのかな、まあでも、彼らは、日本一に、何度もね、全日本規模の大会で、優勝してるチームで、まあ、本当、新潟県の第一人者の、あつし君率いる、そのメンバーが、私の後に控えてたんだけど、その、あつし君率いる、フリースタイルサッカーの、前座って感じで、私が、トークと、歌を歌ったって感じなんです。うん。まあ、それで、そのフリースタイルサッカーのサッカーも含めて、持ち時間が、25分だったんだって、うん、それで、フリースタイルサッカー自体は大体、10分ぐらい見てるとね、あつし君がやってるの見てると、いや、やっぱね、10分、15分ってのはもう汗だくみたいな、そう、よくまあ15分もできるなってぐらいの感じ。うん。まあ、彼らはね、26ぐらいだったんだけど、あつし君が言うには、いやね、ぶっちゃけ20代がもう限度ですわ、なんて言ってたっけ。まあ、それで、そのフリースタイルサッカーのあつし君たちまでのつなぎっていう感じで、私は話してきました。はい。まあ、それでですね、まあ、会場までは、私のプロデューサーの、いちちゃんの、会社の社用車で、送ってもらって、まあ、連れて行ってもらって、帰りはね、電車で帰ってきました。うん、ちょっと電車の方が、ちょっと、ミニ旅行気分が味わえると思って、私電車で帰るからって言って、まあ、駅で降ろしてもらったって感じなんだけど、途中でも、といってもね、長岡から小千谷の駅まで、1、2、3、3駅しかないから、まあ、ほんと久しぶりに電車乗りましたぐらいな感じのもんだったんだけど、そうやって、オージアで、歌を歌ってきたんだけど、まあ、帰ってきたらね、長岡の街中でも、長岡の街中の大きい交差点の4隅に、それぞれバンドが分かれて、で、30分ごとに場所を変えっていう感じの、ライブをやってたのよ。まあ、帰りにそれちょっと聞いたんだけど、聞いて、まあ、全部は聞かなかったけど、さすがにちょっと疲れちゃって、そう、疲れちゃって、いや、まだ声が枯れてるね。まあ、疲れちゃって、帰ってきて、これから、映画館に、アキナちゃんの、映画を見に行こうと思ってるんだけど、まあ、帰ってから行く前に、アキナちゃんの映画のその何時からかなっていうふうに確認したときに、なんと予約が取れてないのに気がついて、慌てて、予約をしようと思ったんだけど、いや、したはずだなって探してみたら、なんかアマゾンペイ経由で、事前購入したはずなんだけど、それがね、なぜかキャンセルになってて、まあ、仕方ないからもう一回、購入し直して、
なんだけど、最初購入した時はものすっごいいい席だったのに、まあね、もうギリギリで予約したから、まあちょっと私的には不本意な席なんだけど、でも明菜ちゃんの映画今日見ないと、もう今日までだから、1週間しかやってないんでね、まあ特別上映ってこともあって、まあそれで、まあ今日はどうしても見に行こうと。うん、まあいつもはね、もう16時じゃん、今収録してるのは16時40分ぐらいなんだけど、いつもはもう、私夢の中だからね、もう寝てるからさ、久しぶりにこんな時間に外出てるよねっていう感じなんだけど、そう、今日は、まあ、秋菜ちゃんの映画、6時50分から9時ぐらいまでだから、そう、まあ今日はね、久しぶりに超夜更かし。でも、深夜も、お風呂の仕事があって、まあ帰ってから、まあ1、2時間寝れるかな、寝ないでそのまま仕事行っちゃうかな、まあ仕事終わってから寝るかな、いやでも仕事終わってから寝ると、もう深夜1時に、2時、3時だな。まあそうするとまた生活リズムを取り戻すのにいっぱいいっぱいだから、まあもしかして、なんか3、4週間ぶりの徹夜、そう、まあ、徹夜したくないんだけどな、でもまあちょっと、秋菜ちゃんの映画はどうしても見ておきたい。まあ仕方ないよ、そういう時もある。うん、で、今ね、自宅ではパソコンの訳ありダイエットウォークの、コーディングをしてるんだけど、訳ありダイエットウォーク枠で今日のね、ゲネプロをやってて、まあリハーサルやってて、まあ、なんだろう、70分近く喋ってたかな。そう、やりすぎみたいな。で、ちょうど、一緒に働いてるお姉さんたちが、来た時もまだでっかい声で、そう、多分ね、ここら辺響き渡るほどでかい声で歌ってたから、もうね、姉さんたちびっくりしちゃって、そう、そう、まあまあ、ゴールデンウィークだから、で、しかも今日しかやらないからね、今日だけしかやらないから許して、みたいな感じで。そう、まあ、ここら辺、近所。まあね、一番近い、人が住んでそうなところでも、直線距離で300メートル以上あるから、まあ、いいだろうと思ったんだけど、もしかしたら近所迷惑だったかもしれない。土手の下で歌えばよかったな。まあまあ、終わったこと。うん。まあ、そんで、会場入りして、もうものすごくね、古民家っていうか、もう、古民家という名の、もう大豪邸で、いや、素晴らしい、もう本当、日本の、豪邸って感じの、そう、まあ、昔はああいうでかい家がいっぱいあったんだろうなと思うと、いやー、残ってないっていうのがもったいなくて仕方ないなと思うぐらい、いい素晴らしいところだったんだけど、まあね、なんだろう、外国人の観光客はいなかったな、そう。まあ、まさに、ね、外国人の観光客が超喜びそうな、ね、シチュエーションだったし、小千谷駅の方行ったらね、結構外国人の観光客いて、そう、いや、やっぱ、一時コロナ前、やっぱり、ね、コロナ前ぐらいの感じに外国人のお客さん増えてきたよね、増えてるよね、そう。長岡駅でも、もう、ザ観光客って感じの、外国人いっぱいいた。うん。そう。で、欧米の人が多かった。そう。私話はしなかったんだけど、まあ、聞いてたら、英語ではなかったから。最近ね、英語とスペイン語とフランス語と、アラビア語とトルコ語だけは、なんかね、聞くと、あ、なんかもしかしたらフランス語かなとか分かるようになってきたって、さすがに。いや、さすがに毎日海外向けに情報発信してたらね、喋れないまでも聞くと、もしかしてっていうふうに分かるようになってきたんだけど、そう、まあ今日会った人は、まあ、どれでもなかった気がする。うん。そう。まあ、もしかしたら、ドイツ語かポルトガル語かもしれないけど。うん。まあ、それで、今日のそのライブの様子を、まず、ここでストップして、まあ、後でね、収録してくっつけるって感じにしますので、まずは皆さん、その今日の様子を、まあね、どれくらいの音声で入ってるかとか、今、この段階では全然わかんないから、後で切って入れた時に、なんか、うまい感じの音にあるように調整するけど、まあ、聞きづらかったら勘弁ね。まあ、その中で、まず、今日のライブの様子を、どうぞ。
さあ皆様大変お待たせいたしました。続いては新潟スタイル長岡ダンスソングプロモーション、皆様によりますステージお楽しみいただきます。可能性才能を見つけ出し、子どもたちが笑顔になれるイベントや活動を新潟県内各地でなさっています。新潟スタイル長岡ダンスソングプロモーションによるステージお楽しみいただきます。本日はアカペラでの歌のご披露、そして続いてボールを使った楽しいダンス、かっこいいなということで皆様ね、応援していただければと思います。それではよろしくお願いいたします。こんにちは、こんにちは、拍手、素晴らしい。私が歌い終わった後も拍手してくださいね。よし、さあ早速マイクのテストをしてます。私の声聞こえますか？はい、はい、後ろの方聞こえますか？素晴らしい。こんなね、素晴らしいところで歌えるなんて本当久しぶりで、だいたいステージに立つのが4年ぶりぐらいでめちゃくちゃ緊張してるんですけども、あんまり今日天気、あれ、ごめんなさいね、大丈夫あんまり天気がいいもんだから、もうテンションが上がっちゃって、ちょっとね、今日はプラン変更して、ちょっと最近ハマってる曲を歌っていきたいと思います。そう、皆さん多分、私と同世代の方が多いみたいなんですが、中森明菜さん知ってそう。あ、よかったね、私よりね、ずっと下だと思う中森明菜さん誰ですかって方結構いらっしゃいますけども、はい、今ね、長岡市の T 通り長岡で明菜ちゃんが昭和の時代に一番売れたライブのね、ビデオ上映会やってるんですよね。そう、私ね、もともとニューハーフの世界とかで働いてて、ニューハーフの世界のお姉さんたちってすっごく明菜ちゃん大好きで、私はね、そうでもなかったんだけど、だんだん感化されて、まあ明菜ちゃんが好きになりました。はい、そんなわけで、ね、1曲目は明菜ちゃんというか、私はね、加藤登紀子さんが大好きなんだけども、加藤登紀子さんが20代の時にした恋愛の失敗とかそういうのを40代になって作ったって言われてるナンパ戦を、今日は音源用意してないんでアカペラで歌っていこうと思います。そう、どんなにひどいと思っても最後には盛大な拍手をしてくださいね。もう一回やりますよ、拍手の練習、せーの。あ、よかった、よかった。2曲歌いますけど2曲とも拍手してくださいね。よし。ただね、この歌歌ってる途中にたまに泣き出すことあるので、泣き出したらごめんなさい私ね、結構ね、歌いながらよく泣くんですよさあ、そんなわけで、私のテンポいきますね。緊張する、大丈夫よ、緊張してるけどしっかりやった。いくよ、せーの。たかが恋なんて忘れればいい、泣きたいだけ泣いたら、目の前に違う愛が見えてくるかもしれないと、そんな強がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため、寂しすぎて壊れそうなの。私は愛のナンパ船、折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちてゆきたい。海の底へ沈んだなら、どこ行った泣きたいだけ抱いてほしい。今日コンタクト入れてくるの忘れてて見えなかったさあ気を取り直して、そう、他の誰かを愛したのなら追いかけては行けない、惨めな恋続けるより別れの苦しさ選ぶわ。そんな一言で振り向きもせず、
別れたあの朝にはこの寂しさ知りもしない。私は愛の何パーセン愚かだよと笑われても、あなたの声に問い抱きしめたい。つむじ風に身を任せて、あなたを海に沈めたい。まあそんなわけで実はねこの後もあるんだけど出だしを忘れてしまいましたまあそんなこともね野外ライブでありですわまあ私もいろんな経験しましたが、そう世の中にはいろいろなスタイルで生きている方がいらっしゃいます。私はね、今時では最近 LGBT という言葉があります。LGBT という言葉を知ってる人？お、素晴らしい。はい。今はね、LGBT にもう一つ Q ってついて、LGBTQ とか、LGBTQ++ とか、まあ、いろんな言い方があるんですが、私は LGBTQ の Q に当たります。で、Q って聞いたことある人？まあそうですよね。まあ LGBTQ の Q っていうのは、クイアとかクリスチュニングっていう言葉があるんですが、まあそこを説明していくと、まあここのね、舞台を半日占領することになるので、まあ今日はね、やめますが、まあ興味がある方は、どうぞネットかなんかで調べてみてください。はい。まあそんな生き方をしていると、まあ様々な恋愛模様があります。はい。まあそんなわけでですね、まあ過去にいっぱいはあるんですけども、私の場合は別に男の子が好きじゃなくてゲイではないんですよ。ゲイではないので、はい、普通に男性と恋愛します。はい。まあそれでね、私はあんまり器用な方じゃないので、まあいつもね、大体片腕は大体ね、誰かしらと付き合ってるんですけど、どっちかというと私は1週間に1回会いたいとかそういうのなくて、できれば2、3ヶ月に1回会えればいいっていうふうな、すごく適当な恋愛をしてるので、はい、そうですね。誰か私でもいいって人がいたら、会場でフラフラするので、後で声をかけてください。大丈夫ですよ。奥さんと別れてくださいとか、そういうこと言いません。はい。いざとなったら、いや、あいつは男だと思って付き合ってるから、全然友達だって言って言い張っていただいても結構です。まあ、そんなわけでね、ですね、私の右手の彼氏も、よろっと終わりの雰囲気が近づいてきたので、ちょっとね、今日は失恋の歌ばっかですけれども、まあ、天気がいいのに失恋の歌ってもちょっと申し訳ないんですが、失恋の歌しか用意してなかったんで、そんなわけで、プリンセスプリンセスの M を歌っていきたいと思います。拍手いいね、これ。さあ、ちょっとね、さっきとちっちゃったのね、ちょっと準備しながら。準備をしながら。よし。さあ、まあ、プリンセスプリンセスっていうと、まあ、私がね、今48歳で74年生まれなんですね。まあ、74年生まれぐらいだと、大体ドンピシャの世代だと思うんですが、まあ、有名な曲なんで知ってる方も多いでしょう。その中で、プリンセスプリンセスで M です。ありがとうね。そう、せーの。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいないみんなに少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあなたを見つける勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなたの言葉、片
の向こうに見えた景色さえも遠わさげ、星が森へ帰るように自然に消えて、小さな仕草もはしゃいだあの時の私も、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、出会った秋の写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった、ああ瞬きもしないであなたを胸に焼き付けてた。はい、いかがでしたか。今日のライブの様子でした。まあちょうど15分ぐらいの時に位置が来て、もういいよみたいな感じでジェスチャーしてくれたから、まあちょうどね、いいところで切り上げたんだけど、まあね、まあ位置がね、YouTube の音源をそのままスピーカーにつなぎ、スピーカーから出せるっていう、まあマルチ、普通の、まあマルチかの、Bluetooth 対応のね、ただの、ラジカセなんだけど、持ってきてくれてて、YouTube の音源を、カラオケに歌おうかって話をしてたんだけど、まあ当初予定したのは、Puffy の愛の印と、ダンシングヒーロー。荻野美代子ちゃんの。そう。で、まあ、音源も、まあ、用意し、YouTube 検索するだけになってたんだけども、なんかね、見渡すところ、まあ、パッて見たところね、そうね、100人はいなかったな。そう。会場全部見渡しても100人はいないと思うな。そう。で、まあ、前列の方にいるのは、まあ、私よりかなり先輩の方々。うん。まあ、それで、私と同世代ぐらいの人っていうと、同世代より下っていうと、本当出展してる方か、出展してる方か、まばらなお客さんみたいな感じで、まあ、素晴らしいイベントではあるんだけど、まあ、ちょっとね、集客は全然できてないって感じね。どちらかというと、ほら、あるあるだけどさ、出展してる者同士が楽しんで、出展することがもうイベントみたいな感じで、お客さんが主役じゃなく、出展するのが主役っていう感じのイベントだったな。まあまあ、そういうのは、地方のイベントでは、まあ、あるあるだし、まあ、珍しいことではない。うん。まあ、お客さんの絶対数が、まあ、少ないから、まあ、そうなんだろうね。そう。まあ、今日正直思うと、もっとインバウンドのお客さん向けにアピールできたら、もっと盛大なイベントになったような気はするんだけど、まあ、私がね、運営に関わってるわけじゃないから、まあ、とりあえず置いといて、そう。で、まあ、無事に終わったんだけど、終わってからね、フリースタイルサッカーのアツシ君たちと、じゃれ合ったりとか、まあ、めちゃくちゃね、アツシ君が26で、後の、子が、もっと若いから、ほんとさ、若くて高青年の子で、わかるよ。いや、ようやくわかる。やっと私分かってきたんだけど、やっぱりさ、イケメン、私もね、散々さ、イケジーとさ、シブジーが好きだって言ったけど、やっぱりすっごい感じのいい若い子は、ほんとね、キュンキュンするよね。いやー、もうね、私はね、アツシ君のね、ファンになって、もう早速インスタ交換させてもらって、そう、またよろしくお願いしますってメッセージを送ってしまいました。そして、ショートムービー用のムービーと、ポッドキャスト用のムービー、
を、撮らせてもらったので、まあ、この動画の中に入れるにはちょっともったいないから、編集して、来週、もしくは月曜日、もしくは別枠って感じでアップしたいと思ってますので、楽しみにしててください。うん、彼らね、6月に東京で全国規模の大会があって、まあ、それを目指していると。そう。タイトルホルダーらしいですからね。そう、そういう意味ではやっぱもうね、フリースタイルサッカーは私は YouTube とかで見ることはあるけど、生で見たの初めてでさ、こう、だってリフティング、サッカーのリフティングさ、やったことある人はわかると思うんだけど、意外とあれ難しいのよね。そう、ほんと簡単に足の上でポンポンポンってやってるように見えるけど、いや、実はあれ難しくて、私もさ、ちょうどキャプテン翼が、テレビでね、盛り上がってた頃の世代だから、まあ、キャプテン翼に憧れてる友達と一緒に、まあ、リフティングとかサッカーよくやったけど、サッカー自体はそこそこできるんだけど、リフティングが基本だって言われても、リフティングがね、私はね、結局ね、今まで10回以上はできたことないんじゃないかな。うん。まあ、それをね、リフティングしながら、まあ、いろいろやるわけよ、フリースタイルサッカー。まあ、本当にね、もう神のようだわ。それでいて本人たちすっごい気さくでいい子たちだからさ、もうほんとさ、もうお姉さん、もう、お姉さんお小遣いあげたくなっちゃうわよね。おまあ、私と彼らと同じチームとして出たから、まあ、お互いね、お金のやり取りとかはなかったんだけど、まあ、ただの観客だったら私は多分ね、ポケットマネー持ってるだけでもね、箱に入れちゃったね。それくらいね、素敵な子たちだったわ。まあ、その子たちの話はまあ、ちょっと置いといて、まあ、無事にのイベントは終わったんだけど、もう、次の来月の6月4日にまたね、別のステージがあるから、まあ、そこでは今度、今回はね、練習間も少なかったし、まあ、急遽ね、私よりかなり上のね、先輩たちばっかだったから、まあ、割合と若い子たちと上の先輩の人たちが分かりそうな曲を、アカペラで歌うって感じに急遽変更したんだけど、来月は、市が言うには、私が、荻野目洋子ちゃんの、こういう、ダンシングヒーローを歌って、それに合わせてみんなが踊るっていうような感じみたいね。そう。まあ、多分バブリーダンスをやるんだと思うんだけど、まあ、市のチームはバブリーダンス、一回、完コピしてやってるから、まあ、もう持ちネタっちゃ持ちネタで、まあ、そこにわざわざ私が歌うのとか思うんだけど、まあ出演させてもらえるんだったら、うん、歌でもトークでも誠がいけるっていうことが位置が分かってくれたんだったら、まあ、それはそれでね、そう、また新しい楽しみとして、やっていってもいいかなとか思ってます。はい。まあ、それとはまたちょっと別なんだけども、まあ、Mキャストの中で話したかな、まあ、私がね、7年ぐらい前だったかな、に、恋するフォーチュンクッキーが流行った時に、フォーチュンダンサーズを作って、まあ、長岡祭りで、500人集めて、まあ、市民500人で踊ったっていうことがあったんだけど、まあ、それをね、フォーチュンダンサーズとは違う形でもう一回やりたいよねっていう声が、まあ、いっぱいあるわけよ。いっぱいあるんだけど、私自身は、まあ、ぶっちゃけね、あんまり乗り気じゃないんだ。そう、正直。うん。というのは、まあ、長岡祭りとか、三島祭りとか、まあ、近隣の大きな中小規模、大規模、中規模ぐらいのイベントはいっぱいあって、まあ、恋中ダンサーズは年バリューが高かったから、いろんなイベントに参加したし、いろんなね、老人ホームとかにも回ったけど、まあ、結局ね、みんないろんな人がいろんな話を持ってくるんだけど、それを全部調整して、プロデュースして、構築していくのは私だったのよ。だからもう集客から配信からマスコミ対応から全部私がやってたんだけど、ああ、それはね、ほんと疲れて、いやーほんとさ、なんかもうね、ほんと、
今回もう一回チーム再編成するんだったら、まあ、小池ナーサーズって名前じゃない名前がいいと思うんだけど、まあ、私はね、相談されれば、まあ、アイディアは出すけど、そう、手は出さないよっていうスタイルにしたいと思ってるんだけど、まあね、1と最初に、打ち合わせしたときは、まあ、1はね、長岡市のさ、外交担当だから、外交担当というか、なんて言うんだっけ、親善大使だ。そう、親善大使の長岡のボスだから、まあ、あっちこっち行ってて、よその地域に比べると、長岡市はすごく、なんかコロナ後も、活気が戻らないねっていう話を、まあ、私にしきりにしてたんだけど、まあね、私はずっとさ、SNS 出して、第一線から退いてたからさ、まあ、確かに私が住んでるのは街中だけどさ、街中だけど、ぶっちゃけ、仕事は郊外だからさ、街中から郊外に行って、郊外から街中に帰ってくるっていう感じで、駅の中心の方とか、まあ、正直ね、あんまり行かないわけよ。うん。まあ、行かないからさ、そういうあれでもよくわかんなくて。そう、よくわかんなくて。よ、そうか？だって私、街中に住んでるからさ、まあ、週末になるとさ、もう暖かくなってきたからさ、もう若い子たち、ウェーとか言って、酔っ払ってるな、こいつらとか思いながら、そう、窓の外で聞きながら、そう、うるせえぞーって心の中で思ってたんだけど、まあ、私もやってたからね。やってたから、まあ、当時いろんな人に迷惑かけたんだなと思いながら、まあ、お前らも対岸にしろよ、みたいな感じで思って聞いてはいるんだけどさ、まあ、夜のね、街のその音だけ聞いてると、まあ、そんなに静かな感じはしないけど、まあ、外で何か遊んでる人の絶対数は少ないとか、まあ、外に出てる人の絶対数が少ないっちゃ少ないのかもしれないね、よその地域に比べると。もしかしたら、未知が言うなら、まあ、そうだと思う。もう私も、もう多分2年半ぐらい長岡から出てないというか東京に行ってないからさ、もう東京の様子も全然わかんないし、うん、そうだから、まあ比べようもないんだけど、まあじゃあさ、一は観光大使のボスとして、あとダンスサークルじゃなくて、まあ誰みんなが参加できるコミュニティが必要だっていうわけよ。そう、うん、まあそれはそうだよね。そう、みんなが外に出てきて、みんなが何か同じ目標で頑張れるようなコミュニティが必要だっていうわけよ。そう、まあまさにね、小池ダンサーズはそういうコミュニティになってたんだけど、そう、まああれはさ、小池ダンサーズの場合は箱を作りまし、私がやってたね、サイドウォーカーというお店が勝手に箱になって、まあ、その中に人が集まってきて、まあ、人が集まってきた結果、組織にしなきゃいけない、組織だってやるしかないってことになって、組織だって作る、やって、まあ、アオレっていう、まあ、街中のでっかい市役所って体育館みたいなのがあるんだけどさ、まあ、そこで、個人の PV を撮ったの。まあ、それで、バン、チャン、チャンって感じで終わりのはずだったんだけど、まあ、それをね、YouTube に上げてたら、まあ、商工会議所がさ、メイクつけて、まあ、ぜひ、長岡祭りに参加しませんかっていう話から話がでかくなっちゃって、本当ね、一握りの小池ダンサーズの30人、40人が踊った、それがさ、本当、長岡祭りとしての公益性の意味があるのって、まあ、うちらは楽しいかもしれないし、見てる人も楽しいかもしれないけど、それって本当に、お祭りとしての価値があるのってさ、私は食い下がっちゃったもんだから、まあ、結果的に、多くの市民を巻き込んでやるってイベントになっちゃったんだけど、まあ、それはね、箱を作ったけど、その中身は人がいるだけで何もなかったのよ、こいつの朝だ。まあ、だから、その箱をうまく機能させるために、まあ、いろんなことを、まあ、やったよ、本当その3、4ヶ月。まあ、もう本当あれは本当疲れて、そう、まあ、だってみんなボランティアだよ、私もう1円ももらえない状態で。なんかさ、あれを考えると、一は簡単に言うけど、まあね、思い込むとね、直線しか見えないタイプのさ、もうお前はドラッグカーかみたいな、お前はドラッグカーかみたいな感じでさ、まあ少しはさ、ジムカーナーぐらい回ってくれればいいんだけども、いや、一はね、もう本当に
何かしようと思うと本当直線番長でさそうねやろってことになったらさもうみんなに声かけてもう次から次に声かけてんだけどその声かけたメンバーは箱を作るメンバーでもなければ箱の中で踊りたい人たちなだけなわけよそう箱の中で踊りたい人たちがいっぱいいても箱を作る人もいなければ箱の中のシステムを動かす人もいないわけそうで、一は、箱で踊りたい人を集めるけども、箱を作ったりとか、箱のシステムを、動かす人は、全然想定しないわけ。そう。もしかしたら、私がやるぐらい思ってるかもしれない。それはね、ほんとね、ちょっと勘弁だなって、正直思ってて、まあ、今日もね、多くはないけど、出演料もらってやってたからさ、そう。うん、まあ私出演料もらえるなんか思ってなかったから、まあ想定外で、いや本当一応ありがとうね、みたいな感じだったけど、そう、それにしても、新しい組織だって、長岡祭りだけにとどまらない。だってさ、地域のいろんな人が参加できる参加型のコミュニティを構築していくんだったらさ、長岡祭りだけにとどまらないわけだ。そう。で、もう、これから何年かにかかる。まあ、NPO だよ。言ってしまえば。そう、地域参加型コミュニティの NPO を作ろうっていうもんだからさ。まあ、そこの箱の中の組織運営も含めて、まこちゃんお願いできませんかってことになれば、まあ、それもさ、もう仕事だよね。そう、もう仕事として引き受けなきゃあかんレベルでさ、まあ、それだったら、少なくてもさ、まあ、まあ私がぶっちゃけ言うなら、お前ら箱の中で踊りたいだけのメンバーは月1万円ずつ払うんだったら私やってやれよっていうふうに正直思うよ。そう。まあ1万円払えないんだったら月1000円でもいいから入れと。そう。で、月1000円ずつ払うのが、払う人間が200人集まったらやってやるっていうぐらい、言いたいぐらいのボリュームでさ。うん。まあ、そんなわけだから、今のところ、位置の中では箱作りの話も出てこないし、箱の中のシステムの話も出てこないし、箱の中で踊りたいメンバーだけ一生懸命声かけてるから、まあ、それでは、多分、なかなか動き出せないだろうし、で、その上、月2回ぐらいの練習でいいよね、なんて話をしてるんだけど、まあさ、ある程度ね、ダンスが、踊れる面だったらね、まあ、面々だったら、まあ、それくらいで十分だよ。もちろん自分で練習する人だ。そういう人たち。そう。でも、ほとんど踊れない人たちが、人前で踊るっていうレベルまで行こうと思ったら、いや、全然そんなの足りなくて、まあ、週一回でも足りないぐらいだと思うんだよ。でも、まあ、そこまではちょっと難しいんだろうし、まあ、私自身も難しいしね。うん。だから、私個人としては、正直、私も箱の中で踊るだけの人で、まあ、相談されれば答えるけど、相談されなければ、まあ、アイデアも出さずに、みたいな感じのスタンスで行きたいな、と思ってるんだけど、さあ、どうなるか。どうなるだろうね。うん。さあ、だから、わ、かわいい。すげえかわいい。だからさ、まあ、今日のイベントはイベントで、まあ面白かったし、まあ次のイベントもあれば、演者の人ですね、もちろん参加させてもらうけど、ダンスチームを作るっていうのは、まあちょっとまだ慎重に。そう、悪乗りしてポッテー乗っちゃうと、またね、ほんと、一人だけ辛い思いするのはもう嫌だ。うん。そう。まあね、やり続けて形になっていくと、だんだんね、もちろんやった意味も価値も出てくると思うんだけど、そこに行くまでがね、そう、ものすごい時間も体力も使うけに、そう思うとちょっとね、私は気が重たいな、なんていうのを、まあちょっとぶっちゃけ愚痴ね。うん。今日、一とちょっと喋ってて、そう、なんだろう。この前喋ってた時の一の熱い思いは何だったのってぐらい、なんか肩すかしの、あれなんか、前の一と変わんないみたいな感じで、なんか
ちょっとね、ぽやーっとしちゃったから、話を聞いてぽやーっとしちゃったから、まあ、ちょっとね、言葉に残しておきたかったっていうのが、まあ、正直なところ。まあ、そんなわけで、今日は、4日のね、今日はおじやで歌ってきた内容と、まあね、一とやろうとしてる、新しいダンスチームについて、ちょっと、愚痴みたいな話をしました。まあ、そんなわけで、今週の M キャストは、まあ、これで終わりになりますが、もちろんね、また来週月曜日から通常通りやる予定です。まあ、昨日ね、ちょっと、オーバーワーク気味だから、まあ、昼日分けありと、M キャストをちょっと、ちょっと合体させるかとか、休養しようかとか、まあ、そういうふうに考えてるという話をしたんだけど、まあ、現状ね、まあ、本当にアップアップしてるわけじゃないから、まあ、もうちょっと頑張ってみようと。今までも、オーバーワーク気味になっても、あれこれちょっと調整しながら、やれてきたことはやれてきた。うん。まあ、今回も、まあ、今日のアウトプットがまだ間に合ってないけども、まあ、やれるんじゃないかなと思ってて、そう思ってるところもあって、そう、うん。まあ、一の言ってるそのダンスチームが、フル回転で、まあ、今年の長岡祭り、ま、間に合わせようと思えば、もうフル回転でやるしかないし、そう、まあ、それこそ過去の栄光を引きずるようにさ、まあ、長岡市民を巻き込んでってことになれば、また全然違う仕掛けをしてこなきゃいかなきゃいけないし、私がたちがやったのは7年前だからさ、7年前は、ツイッター、インスタグラムあんま重要視しなかったな。結局 YouTube と Facebook で集客できたのよ、SNS は。そう。今は違うじゃん。そう。今 SNS で集客しようと思ったらさ、もう年代によって使ってるのも、年代と性別によって使ってるのも全然違うじゃん。だから、まあ、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、Twitter、LINE、ここら辺も、LINE と、まあ、各広告だよね。そう、最低 SNS、ここら辺を締めていかないと、SNS の集客とか、まあ、各、拡散とかも難しいだろうし、まあ、SNS の拡散なしに、こういうイベント今集客ちょっと難しいからね。そう、あと、まあ、リアルタイムのチラシ、広報、マスメディア対応。まあ、そんなことを考えていくだけで、なかなかしんどい作業よ。そう。ね。まあ、私、そういうの嫌いじゃないんだけど、あまりにもさ、手元に残らない。そう、もうやったっていう満足感しか残らなくて、あとはもう疲れ果てたねってだけで終わっちゃうようなのさ、本当。もうね、さすがに、私今48だからさ、もうよろっとね、そういうのはさ、そう、もう、後の世代に、バトンタッチしたいんだけど、そう、そういう分野、あんまり、長岡は人材が育ってないね。そう。だってさ、まあ、愚痴が続いてなんだけど、ほんと、一が声かけてるメンバー、ほんとさ、もうほんと、言っちゃ悪いけど、本当、お膳立てされてて、時間と場所も、お膳立てされてて、そこ行って、踊ればいい、踊れるのが楽しいっていうメンバーばっかなんだよ。そんなのは、そりゃそうでしょ。そこまで至るまでがどんだけ大変か誰も知らないんだから。そう、そこに至るまで誰がやるのよっていうところが、全然不透明な状況では、私は協力できませんっていうスタンスで、今回臨みます。そんなわけでですね、また来週。これ以上話してるともっとグダグダになりそうだから、とりあえず今日はね、前後20分ぐらい、中20分で40分ぐらい喋ってると思うので、まあ今日はね、この辺で解放してあげましょう、皆さん。バイバイ、また来週。